はい、今回はこちら表示しているね DMM いろいろレンタル、これのね雑談やっていこうと思います。まあ、この画面見るとね、まあ、ここにも表示されているけど、あ、ルルカのね DMM のワイマックス雑談なのかなって思う方多くいると思います。はい、まあ、それもね、まあ、ありはありなんですけど、ワイマックスに関してもね、まあ、今回出ているこの W04っていうのが今表示されててね、月2123円からって、まあ、かなりね、安く持てますよっていうのを、まあ、以前にもずっと紹介していて、ただね、まあ、この在庫今ない状態なんですけれど、さらにね、ちょっとね、変わり種の、Wi-Fi のね、WiMAX のホームルーターとのセットみたいのも開始されたりとか、まあ、いろんな感じでね、DMM いろいろレンタル、新サービスが出てきているんですけれど、今回ね、その中でももう一個ね、ちょっと注目するべきものが出てきたので紹介しようと思います。そちらに関しては以前からあったんですけれど、たまたまね久々に確認したら内容が変わっていたので、ちょっとねこれは動画にしてね紹介したらいいんじゃねえのかなってことで紹介始めようと思います。さあ、そのね商品というのがランキング入ったかな、ランキングにも入ってないね。人気ランキングにも入ってないんですけれど、あ、これだ、これですね。ソフトバンクのポケット Wi-Fi ですね、の 601HW。 こちらの商品が、新商品でね登場したんですけれど、以前までこのね DMM で借りることができたソフトバンクのポケット Wi-Fi、 これに関しては全てが多分7ギガ制限とか5ギガ制限しかありませんでした。で、お値段も多分ねこのぐらいの値段だった、そんなに変わらない値段で、制限が7ギガとかね、そんなのしかなかったです。なので、まあ、個人的にはねあんま意味ないなって、まあ、これ実際はね1ヶ月単位で借りる金額なので、WiMAX 同様に6ヶ月とかの単位に変えるとだいぶ値段ぐっと下がってね2000円台とかにはなるんですけれど、2000円台ででもね7ギガしか使えない、まあだったらね WiMAX プラスで LT も使えるね WiMAX で契約した方がお得だなとか思っちゃうしね、値段も安いしって思ってしまって全然相手にしていませんでした。ただ今日ね久々に見て、まだ未だにね、まあ、どうせ7ギガとか5ギガ制限なんだろうなっていう風に見ていったら、まさかの制限容量が50ギガになってました。はい。ソフトバンクでは通信品質の保持を目的として、月の通信量が50ギガを超えた場合、速度を128kbps に下げますと。で、なおかつあと3日間の使用量が10ギガを超えた場合は制限がかかります。みたいな感じで、緩和されてました。いつの間にか。もちろんね、その他の他の会社さんのように無制限とかではないです。50ギガなんでね。とか今だと他のサービスで100ギガだったり200ギガとかね、なんか結構刻んでいろんな容量のパケットが使えるモバイルルーター、レンタルしている会社増えてきたんですけれど、今のところね、DMM さんでは50ギガっていうものしかないんですけれど、まあでも今までのね7ギガとかに比べたら雲泥の差ですよね。50ギガだったらリアルに考えられるレベルだと思います。一応言うてもね3大キャリアに入るソフトバンクの回線、これを50ギガ使える。で、お値段に関してなんですけれど、1ヶ月5000円になります。ただ先ほども言った通りね、これはあくまで1ヶ月間だけレンタルする場合になります。まあ送料とか込みだからね、送料、往復送料込みとか、佐川急便に来るのかな、の往復送料込みとかの感じもあるんで、まあ、もちろん1ヶ月で借りるとちょっと高いです。割高です。で、まあ、最安値、ね、調べましょうってことで、ここを見ると、さあ、ソフトバンクのポケット Wi-Fi、6ヶ月間1592円が最安になります。で、この15,920円か。これが一番安くなるんだけど、15,920円、こちらを6で割りますよね。1ヶ月あたりで計算したいんで。15,920円割る6なんで、こんな感じです。2653円、これが一月あたりの値段になります。レンタル料金、もちろん往復送料込みですね、になります。どうでしょうか。これで他のねレンタル会社さんどうなのか分かんない、ます、キャンペーンとかあってかからない場合もあるかもしれないけど、基本的にはこういうモバイルルーター借りるときって他の業者さんだと
最初に初期手数料っていうのがかかってしまったりとか、まあその他ね、ちょいちょいとしたものがかかってしまうことがあるんですけど、DMM さんに関してはそれが一切ありません。なので2653円。これで6ヶ月間、1月あたりの値段になるんだけど、使うことができます。で、往復送料に関しても、他の業者さんは、レターパックとか、そういう系でね、送るっていうところが多かったりすると思います。まあ実際自分レンタルしてないんでわかんないんだけど、自分が動画で見させていただいた限りだと、レターパックで来る方。で、返却もレターパックでする。みたいのが主流な気がします。で、その点、DMM さんだと佐川急便の普通の宅急便で来て、時間指定もできるし、来て、で、返却の際も、ちゃんとね、取りに来てくれます。佐川さんが。で、送り返すみたいな。それも込みで2653円。そして容量が50ギガになります。まあ、50ギガなので、まあ、単純にね、割ると、まあ、めちゃくちゃ単純だけどね、まあ、2650円。を、まあ、50ギガで割ると、まあ、単価で言うと、1ギガあたり53円ぐらいになると思います。まあ、実際ね、ギリギリの50ギガまで使えるとも限らないし、ってとこもあるんで、あと3日10ギガ制限とかもあるからね、結局、ラスト、10日間ぐらい。で、20ギガも使ってないとね、その3日間制限っていうのがあるので、まあ、どんなに綺麗に使っても50ギガはいかないと思うし、まあ、そういうのがあるので、まあ、使い勝手としてね、どうなのかなっていう部分はあるんだけどね、この3日制限とかなければね、かなりいいなと思うんだけど、やっぱ使いたい時に使えるっていうのがでかいんで、最後の最後までね、使わなかったけど、最後の時に一気に使うとか、まあ、いろんな使い方があるんでね、もう元々ね、お金を払って買ってある容量に関して、なんでそれに細かくね、区切りをつけちゃうのかっていうのはなんともって感じなんだけどね、そこに関しては、だったら売るなよって感じはするんで、そのパケットに関して。思うんだけど、まあ、仕方ないよね。っていう感じで、DMM なんかね、いろいろ面白いサービスが増えてきそうですね。残念ながらドコモもう DMM いろいろレンタルでね、レンタルやってるんですけど、ドコモに関しては今まで通りの感じでした。なんか3日で3ギガみたいなやつでした。はい、3日で3ギガ。まあドコモの回線だから、安定するからいいんじゃねえって方もいるかもしれないんだけど、値段も高くて3日3ギガなんで1日1ギガ使えるみたいな感じで、まあ、1日1ギガって考えると、最大で毎日1ギガずつ使って、まあ、31ギガとかですかっていう感じになってきちゃうんで、まあ、このソフトバンクよりもちょっとま、魅力が落ちちゃうし、使い勝手もね、3日で3ギガだから使いにくいかなっていう、感じになると思います。ただ、50ギガ、この3日10ギガっていう部分はちょっと、っていう部分もあるけど、正直ね、無制限のモバイルルーターとかに関しても、最近無制限書いてあるけど、備考を見ると、過度な利用だったり、なんか、そういう感じで、ね、会社が判断した場合は、みたいな。その会社が判断した場合は、みたいな。もうすごいね、微妙な文言ですね。もう100ギガなら100ギガって言ってくれればいいのに、じゃなくて、まあ、向こう側がね、ダメって言ったらダメだよ、みたいな。まあ、すんげえ微妙な文章がね、書いてあって、お、無制限のやつ、新しく出たじゃんと思って、のぞみ Wi-Fi かな、なんとかっていうのを、ライブ中に教えてもらってね、確認したんだけど、お、無制限で3000円とかぐらいだったんですよ。お、めちゃくちゃ安いじゃんと思って、見てみたら、お、何も書いてない、無制限と思って、違う備考欄見たら、ただしみたいな書いてあって、判断した場合はみたいな書いてあって、判断した場合はってなんだっていう文言があるんで、まあどこもね、かしこも無制限って書いてあっても実際は無制限使えなかったりとか、そういうのもあって、まあその他にもね、100ギガとかのプランだったら何もね、規制かからず100ギガ使えるよみたいなのもあるんだけど、まあ正直ね、50ギガもあれば十分って方が大半だと思いますよね。100ギガ使うって方は本当にね、まあまあ家でネット使うけれど、光インターネットとかも入ってなかったりとか、まあそういう条件が重ならないと自分的にもほぼ使わないかなっていう、そんなには。感じなので、まあ YMAX の方がね、正直規制されても1メガは出るし、Wi-Fi だと、YMAX だと出るし、まあ3日10ギガ制限もあるけれど、まあもっとね、綺麗に使っていけば100ギガ超えとか、YMAX であればいけるので、まあ上を見ちゃえばね、YMAX の方がいいって部分もあったりするんだけど、やっぱね、安定感っていう部分に関しては LTE の方が安定感はもちろんあると思う。YMAX の方がね、その代わり速度は出るっていう風に自分的には思ってるんだけど、速度の分安定感がちょっと落ちる。で、LTE の方が安定感はあるけど、最高速度が落ちる。みたいな感じで自分はね、判断してるんだけど、まあ実際はね、使う場所等々によってその辺も変わってくるのかなとは思うんですけれど。はい。まあそんな感じでね、ルルカの推している DMM のいろいろレンタルに、
ソフトバンクのね、ポケット Wi-Fi がパワーアップして登場しましたよっていう紹介をさせていただきました。今まで通りね、WiMAX の紹介とかもするんですけれど、まあ面白いサービスあったらね、紹介しようと思っていたので、今回、これは面白いなと。うん。もともとね、こういう回線で50ギガぐらい使えたよって思ってた、そう、絶対あると思うので、それでね、2600円ぐらいで使えますので、まあお値段的にはね、めちゃくちゃいいと思います。またしてもね、DMM いろいろレンタル、ルルカを押していくことを決意させるような値段になります。もしかしたらレンタルするかもしれないし、しない、今のところね、考えてます。見たいですか皆さん、これレンタルしたやつどうなるか。うん、個人的にはね、今SIM もいっぱいあるし、WiMAX もあるんで、必要ないといえばないんだけど、ネタとして借りた方がいいかなって言えば借りた方がいい気もしなくもないみたいな状況になっています。まあ、その辺も含めてね、コメント等々いただけるとね、まあもしかしたら借りる、一投資になるかもしれません。はい、まあそんな感じで、今回もよろしければチャンネル登録、いいね、コメントのよろしくお願いします。今回も動画の最後まで見ていただいて、という前に、一応ね、このポケット Wi-Fi のリンクの方も貼っておきます。よろしければね、興味がある方、またこのね、動画等々で宣伝することによって在庫切れる可能性大いにあります。WiMAX もそうだったんで、あるので、まあ興味があってね、50ギガ、自分で計算してね、まあ50ギガあったら余裕だなとか思って、で、こういう感じのサービスね、使いたいなと思ってた方、他のね、レンタルサービスよりも、最初の、敷居っていうんですか、その、レンタルするまでの流れっていうのが DMM の方が楽なので、まあまあ興味がある方はね、そちらから連絡いただけると嬉しいです。そうするとね、恒例になりますから、ルルカにね、ちょっとチャリンが入ってくるという。はい、ありがとうございます。まあ、そんな感じで、今回も動画の最後まで見ていただいて、ありがとうございました。